お朝の食事中です。もともとあれはオウムの餌アイデアなんですけどね、今豆ぐりがと沖縄インコと食べてますね。さっきまでは荒らし回ってましたね、コガネメキシコとかウロコインコが。豆ルヒアが果敢に行きましたね、挑戦しましたね。あ、おーとしてます。オーブンは大きい子がありますね。もうちっちゃいのは合わないですけどね、なんかちょっかいだろうとして豆ルヒアが、私1年後が今歩いてきました。はいはいはい、今ジャージャーを歩いてるのはウロコのパイナップルです。あ、登ってきましたね。あそこにほらウロコインコがおるからね、あれ気に入らないんですね。あそこ自分の特等席ですから、特権が。おい社長、社長、おい社長、おいで。はい、来ましたね。これね、水入れは置いてないんですよ。下に大きな桶がありますけどね、あれは変えた時しかオウムは飲みませんからね。他の小鳥が水浴びするっていうのは分かってるんですね。絶対に飲みません、汚れたものは。変えた時だけ飲みます、直後に。そしてあとはちっちゃな水入れ、私隠してるんです。そして時々ね、与えてます。だいたい4杯から5杯あの大きな口で作って飲みますけどね、結局暇を持て余してですね、それを投げつけたりするんですよ、ひっくり返したり、水を。だから時々こう水くれって言ってて催促しますもんね。あ、私の方に寄ってきて指掴んだりシャツを掴んだりして、腕に上るでもない、ご飯を値段でもない時はもう水をくれということなんですね。でやると喜んで飲みます。一日に10回針金をかき直して針金で締めるんですけどね、水入れを。それでも外します、もう時がきです。まだ豆類は頑張ってますね。大きい、大小インコの中では今一番ちっちゃい、一番大きいやつですね。お、来たね。はい、実際君が来ました。はい、実際君どうする。嫌かい、怖いね。はいはい、ちょっと止まって、忙しいんだよ。